皆さんこんにちは。鉄道大好き豊岡ますみです。今日は鉄道博物館に来ています。鉄道博物館にはですね、オープン前を含めもう10回以上来てます。もう鉄泊のことなら何でも任せてくださいというぐらい大好きな場所なんですが、やっぱり入ってすぐ右のゾーン、もう C57 をはじめ機関車から新幹線から私の大好きな機関車までたくさん展示してあって本当に楽しいところです。もうすぐ横には埼京線や在来線も走ってますし、こちらには新幹線も走ってます。もうビューデッキからも見れますし、あと屋上からも見るのも大好きです。もうすぐ後ろに見えますか、ミニ運転列車も走ってます。もう新型列車も続々と入っていてびっくりしました。ネックスの音が鳴ってます。いいですね。もう鉄道博物館もう毎日でも来たいぐらい大好きです。もう皆さんもぜひ、あの大人の方でも子供の方でもみんな楽しめる素敵な場所なので、皆さんぜひ鉄道博物館に遊びに来てください。ないかな。新型日立がいます。